松村邦洋の食べにならないチャンネル。ジャイアンツでのやっぱあのノーヒットノーランは、はい、あれはですね、あのブルペン30球ぐらい投げて、はい、ストライク2球ぐらいしか入ってないんですよ、ブルペンで、はい、ブルペンコーチとかに今日の山口やばいからもうブルペンちょっと早めに来といてくれっていう中でも気づいたらノーヒットノーランができてたっていう流れなんですよ。なんか荒れ球が多いって結構スピードがある時ってちょっと躊躇しますよね。なんかそうですね、あとはやっぱこう調子悪い時ほど慎重にこう低め低めを狙って投げるんで、はい、なんかこううまくはまったのかなっていう。あれがノーヒットノーラン。そうですね、はい、で山井さんと投げ合いですもんね。そうなんです、山井さんと投げ合いで、山井さんとはあの鳥取のワールドウィングっていう、あの一郎さんも言った書道府課の、あのスポーツジムですよね。あ、そうです、はいはいはい、そこであの一緒にトレーニングさせてもらってて、でも山井さんもノーヒットノーランされてて、でその時僕はこう山井さんとそういういろんな同じジムでいろんなことを話してる中で、ちょっとこう山井さんの前にノーヒットノーランして、で山井さんもいつもこう話すと、お前本当に投げるときいいピッチングするよなとかこういう話をしてあるんですけど、ウイングってなんかいい筋肉を作るジムみたいな、なんか本当すごいんですね、あそこのトレーニングとかと。当時から今の最先端の投げ方とかを指導されてたので、本当にどん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 こう先を走ってる。役に立つお金使ってますよね。今話聞くとやっぱりちゃんとウィングで使ってるお金、人それぞれ合う合わないがあると思うんで、はいはいはい、僕はそのワールドウィング そのいろんなトレーニング方法だったりが、まあ、すごくいいなと思ったので、でもそうやって鍛えてたから、まあ、ブルージーズも行かれたり、はい、ジャイアンツでもう一回来てたり、本当、はい、息長く頑張られましたですよね。そうですね、まあ、18年僕もやれると思ってなかったので、まあまあ頑張ったかなと。本当は40までやりたかったんですけどね、40を自分の目標にしたので。ちょっとコロナの時期っていうのもあったでしょ。なかなか思い切ってできないところもあったり、マスクして野球やらなきゃいけない時もあったりで、はいはい、ちょうどそのコロナの時期にアメリカとかぶったので、はい、1年目が、うん、なんでまあそこがコロナじゃなかったらどうなってたのかななんて、うん、まあ、自分の中でね思うことはあるんですけど、はい、まあでもそのコロナの時期でそういうのがあったから今日 YouTube で出てるのかもしれませんしね。そうですね、多分今頃だったら松村チャンネルですけど、はい、今大谷か山口かっていうぐらいなんで、ちょっとああダメですっていうね。ジャイアンツでこうフリーエージェントで入られて、はい、こうジャイアンツでこう野球やろうっていう時はまた思いがまた違ったんですか。注目度はやっぱ確実に違うなっていう中で、そうですよね。でこうジャイアンツで初めてその完投した時に、うん、一面になったんですよ、はい、特に高知は、はい、でその時にそうしたら一面になるチームなんだって頑張りがいがあるなっていう、やっぱり横浜でその完投しても3ページ目のこんぐらいしか乗らないんで、それぐらいその注目度というか、あ、ジャイアンツ入るんだなっていうのは。確かにあのジャイアンツと阪神は別で、高知読んだ後、はい、デイリー読むと、はい、日本で同じ出来事が起きてると思えないですあれってこっちはこうで、あれあっちはこうかって思いながらあれってあの思想家が違うなと思いながらね。今あの、はい、あの野球やめられてからどうされてますか。はい、今あの飲食店の経営と、はい、エステサロンを。エステサロンも。エステサロンも、はい、まあ、やってるんですけど。何ですかエステサロン。あの、まあ、一応そのオールハンドのエステと、はい、マッサージ。マッサージ。はいはいはい、はい。あとはその、まあ、インディバとかあの。上げるんですか。とかあそういう機械を使った。女性をこうやって上げていくわけですね。なんかこうね。とかアンチエイジングに。アンチエイジング的な。あ、はい、あとはその脱毛とかも。脱毛も、はい、尻毛がすごいですね。背中と尻毛が。はい、ぜひ松村さん一度。もう今ご年配の男性の方多いので、はい、やっぱりこう綺麗にしとかないと。そうですね。今もうあの太ってても綺麗なデブでなきゃいけない。やっぱりこう小綺麗なね。あこの辺もちょっとこう爽やかでなきゃね。もうトークキレキレなんで肌もこのツヤツヤにしてる。綺麗にしたいですね。はい、もうちゃんこの方はあの大分で今約60年続いてるお店なんですけど、まあ、そこの味を今回660年60年あ、60年60年そうっすね、660年っていうか5人の欄かなと思って5人の欄ぐらいから続いてるキャンプはなのかなと思ったんです。大分で60年ですね。まあでは、そこの味をそのまんま六本木に持ってきて、はい、まあ、やってるんですけども、はい、お父さんもやられててましたもんね。そうです、父が2代目でやって、はい、今大分の方は兄が3代目でやってるんですけど、
まあ、あの一応ちゃんこ屋とはしてるんですけど、はい、本来あの大分の郷土料理の一品メニューもたくさんあるので、はい、まあ、その一品料理でも楽しめるお店のテイストに、はい、あの大分は本当食材が豊富というか美味しいものいっぱいありますよね。そうですね、もう海も山もあるので、やっぱ全部その現地で揃うというか、美味しいのに安いっていうのはやっぱ売り売りだなってなるんですけどね。ああ、いやでも今日はいろんな貴重なお話をありがたいですね。もうありがとうございます。本当お話もうまいですね。大丈夫、喋れてましたか？相撲、野球、喋りいけんじゃないですか？いえ、まあ、まだまだ3つ揃えば、やっぱりあの目標本木大輔さんなんで、ああ、ね、そこにあのボスがいるので本木大輔さん、本木大輔さん目標しなくていいですよ。いいですよ、本木さんなんか別に、もう本木さんは超えてますから、まあ、あんまり言うと俺も怒られるかもしれない。勝手なこと言えがったって。